左のサイドでプレッシャーをかけた前橋育英、その小野の順にボールがこぼれます。ウィナーズ高次郎が遅らせに行く。おっと小野の順抜けました。中をちらっとマイナスのボール、左足のシュートした。さあ速攻に行けるか、翔ちゃんのパス、遠剣が前を向いた、ただいった遠剣の折り返し。スターバックが開いた間に中盤のセンター2人のどちらかが入ってボールを運んでいきます。前橋育英落としをもらって、斉藤がアウトにかけてラストパス、これはどうかな。ツートップの一角、佐藤のポストプレー、清水来た、清水は一回返します。真ん中で浮いた石井の左足、お左ポストこぼれた。どんなボールを入れてくるか。前線5人ボックスに入っています。こぼれ球拾って右足で打ってきました。かなりウィナーズはボールを持たれて動かされています。石井がパスの距離を変えます。おっとっとっとおっとっとっとおっと、ちょっと瞬時した。そして斉藤のパスです。落とした佐藤、踏み込んで篠崎、右サイドはちょっとギリギリで清水が出てきた。逆サイドまで振ってきましたとかけましたが、その後ろにボールが入る。ワンタッチ追記、ポストに入った。落としは黒沢に落ちない。さあウィナーズ、問題はここから重野浮き球、あチャンスチャンス、達也行く。さあウィナーズ同点のチャンス、達也のシュート、ナイスブロック。陸に対してプレッシャーをかけ、大地のところも捕まえに来ましたが、さあウンパルンパだ、ウンパ円剣に当てる、リターンが来てワンタッチを展開した。歩夢が外から中を見た、どうだ、真ん中ちょっと飛んだ、達也に合わない、これですね。おーっと大地の持ち出し、そこを捕まえてチャンス、前橋育英、山崎打つ、こぼれ球を拾いました63番の篠崎。清水の上がりを見せ、ボックスに入って右足、ナイスキーパージャイアント。近くを見た上でこのボールを選択しましたジャイアント。深いところついてきます、大地がチェイス。さあ真ん中、円剣が運ぶ運ぶ、さあ外から歩夢だ、歩夢入れたがちょっと流れました。石井の縦パス、差し込んできたチャンス、ずらして右足、ナイスキーパー。清水は下げます、またやらしいところに入れてきた、山崎山崎山崎の左足、大輝。さあプレスをかける大地、これで取れるか、取った取った、円剣取った、円剣は途中から中盤の下がり目、円剣が当てに行く、大地が粘る、大地が粘る、フォローがある、かけるが来た、スペースに出す、おチャンスだ、達也打つ、いましたが、おっと佐藤のところを引っ掛けた、歩夢がボールキープ、真ん中に入れました、大空の横パス、こっち大地のワンタッチ、逆サイドかけるが突っ込んでます、流し込んだ清水をいいところで受けたストライカーの佐藤、外に展開する、スムーズに右深い位置から追記が上がって、マイナスチャンス、左足、なんという崩し。これはちょっと狙われましたが、おっと佐藤のパス持ち出した。さあこれは左、鈴木レオが来ました。ここでいい上がりを見せている28番の追記、追記明人です。アウトにかけて、まあ、ラストパスのイメージだったでしょうか。ここでゲーム終了の笛です。